戦争完了しました。父さん、ピッコロ、ベノムズは任せた。うん、トランクスとおめえはオラと来い。3人でベジータのとこ行くぞ。はい。行け。オラたちの邪魔すんな。おめえどうしちまったんだ。父さん、賞金に戻ってください。ダメだ、俺たちの声がまるで聞こえていない。何言っても無駄なようだな。トランクス、やるしかねえぞ。はい。見てください。
父さん。コズミックキューブ、なんてマガマガしい気を放っているんだ。ナビゲーターにコズミックキューブの回収を指示してください。了解しました。回収シークエンスを起動します。よかった、父さん、正気に戻ったんですね。長官、聞こえますか？終わったか？父さんが悪の道に戻ってしまったのではないかと気が気でなかったですが、キューブは回収しました。おい、これはどういうことだ？俺にも分かるように説明しろ。それは私から説明する。君を操っていたのはコズミックキューブだ。キューブの力はそれを宿した本人の意思によって善悪どちらに転ずるか決まると考えられている。君が善の意思によってベノムズではなく我々の仲間ジェイフォースの一員となったように。だがキューブの利用方法は他にもあったようだ。何者かの強い意志、その悪意にあらかじめ侵されたキューブによって本人の意思に関係なくそのものを操る力。やはりベノムズの背後には何者かが暗躍していると考えていいだろう。くそ、誰なんだ。俺を操っていた奴というのは。それについては現在調査を進めて。おい、貴様ら、俺もそのジェフォースとやらに入れろ。戦いに参加させてもらうと、この借りは必ず返す。報告ご苦労様。案外頼りにならないのね、惑星ベジータの王子とやら。でも負けてしまったものはしょうがないわ。撤退しましょう。俺は、あの女一体。諸君ご苦労。君たちの活躍でナメック星は救われた。ベジータを救出できたことは我らにとって大きな前進だ。人を操るコズミックキューブの存在が明らかになり、キューブにはまだ我々が知らない力が隠されていることが分かった。一応礼を言っておく。諸君、戦いはこれからだ。現実世界、そしてジャンプ世界に平和を取り戻すため、引き続きベノムズの討伐とコズミックキューブの回収、そしてこれからは操られた仲間の救出、その3つが我らの使命となる。だいぶチームに馴染んできたようですね。みんなに力を示したことでジェイフォースの一員として認められたんだ。みんな聞いてくれ。次の作戦はコズミックキューブに操られた仲間の救出だ。現在我々の活動は北米エリア中心にとどまっているが、強力な仲間を増やすことができれば他の地域での活動も広げていくことができる。みんなの活躍を期待している。君にも期待しているぞ。
ベノムズが現れたようです。今すぐチームのメンバーと合流し向かってください。それと強大なベノムズに対してJフォースはまだまだ戦力が足りません。チームの枠を超えた協力も重要です。急ぎましょう。聞いていると思うが、俺たちアルファチームの主な役目は進行拡大を目論むベノムズ主力の撃退だ。ベノムズによる進行の勢いは止むどころか日に日に増している。これ以上の進行を許すわけにはいかない。要は向かってくる敵を片っ端から切る。わかりやすくて助かるぜ。
そこだ。
みの時間だ。